皆さんこんにちは、大久保真理子です。台湾生活7年目、台湾の人たちの気さくで飾らない性格が大好きです。台湾の人たちは思ったことをすぐ口に出すので、普段話せないことなんかもすぐ話して仲良くなれることができます。私も普段から気にかけてくれたり、辛い時に助けてくれるような友達と出会いました。なので台湾は私にとってもう第二の故郷なんです。台湾で生活する魅力妻の皆さん、一緒に頑張りましょう。魅力妻 in 台湾。東京から来ました。台湾に住んで大体20年になります。小さい頃に少しバレエをやっていて、その後に友達の紹介で台湾でベリーダンスを始めました。女の人の優雅なプロポーションに憧れて頑張って運動しています。我觉得真的超级性感，而且是很有女人味的舞蹈耶。你们是练大概多久的时间？そろそろ10年です。原来是老师练习练，真的很用心的老师。美希さんは？私は7年とか8年とかです。ああ、やっぱりあの細かい動きを習得するにはそれぐらい時間がかかるんですかね。そうですね。练肚皮舞有什么好处吗？好处啊，可以保持年轻。对，你猜猜，我姐姐几岁？姐姐，当ててみて。姐姐也现在也很好，皮肤也很漂亮，大概30。哇，おごるわ。这个我还没有答答完。多分娘はあなたより年上よ。怎么可能？我不相信，怎么可能骗人？もう48です。真的假的？完全真的完全看不出来。ベリーダンスはアラブで生まれた踊りで、女性が神前で踊ってお腹の赤ちゃんの無事を祈願しました。ですからよくお腹を動かすんです。このベリーダンス、这个肚皮舞，听说呢，对夫妻的生活也有帮助，是什么意思？用到骨盘，对，因为它
骨盤の運動が多く、骨盤を使うことで下腹の筋肉が強化され、子宮にも影響します。很多我们的同学本来就是比较不容易怀孕的，可是学肚皮之后就一个怀孕，你也怀孕了，她也怀孕了。原来肚皮也有这样子的好处，那我也要学起来，一定要再请教老师。初めてベリーダンス体験しましたが、こんなに難しくて疲れるダンスだと思いませんでした。やっぱりダイエットにも最適のダンスということもあって、お二方のスタイルがもう抜群ですよね。私もミキさんみたいに自信あふれる魅力的な女性を目指して練習したいと思います。腰の力を使ってるからね。ミキさんも全然反対側にしますか。反対側にします。もうつりそうです。せーの、でこれしかも上半身も動かさないんです。そうですね、あんまり動かさないで固定したまま。这个动作是最基本最基本的肚皮吗？そうよ。最基本已经呛人了。但是老师，我想要学最性感的动作。では骨盤を使った動きね。後ろへ戻して。有花式的。那我们拿着好了，这样子可以吗？側腹筋を締めて、後ろへひねって、下げて戻して、側腹筋を締めてひねって、下げて戻して、上。外、下、戻して、上、外、下、戻します。2人の動きめちゃめちゃ進化なんですけど、私取られた宇宙人みたいになってるんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。もう一度側腹筋を締めて、後ろにひねって緩めて戻す。上、外、下、戻す。上、外、下、戻す。惜しい。電動上可以、可以跳一踊れるようになるには10分ね。寂しい。上、外、下、戻す。上、外、下、戻す。変な動きしてる。胸を張って、胸になっては。ああ、ブドン飛べ。猫背がダメなんですね。猫背がダメで、でもお尻も突き出した。ダメ。お尻突き出さないんですか？尻は後ろに持っていくときには背中がこうまっすぐになる感じで。ますます身動きが。お尻を出す。お尻に良くない。頑張って。本当。頑張って。でも先生こんなセクシーな動きでいつもどこかで披露する。どこで披露することが多いんですか？そうですね、友達の、ショーとか。はい。でもこれ手伝ったり見たお客さん絶対もう興奮してもうすごいハイになっちゃいますよね。綺麗な衣装を着たらそうですね、音楽もハイなんで。すでに練習の服でも相当もみ取れちゃうぐらいお腹が出てるから。はい。あとは老人ホームに行ったり。老人ホーム、はい、ベリーダンス老人ホームで披露していいんですか？もう皆さん、お年寄りの皆さんもびっくりしてそれこそ釘付けに。音楽で耳を刺激して、目ではこう私たちの派手やな鮮やかな衣装で、皆さんも見たらそれだけでもう10歳ぐらいを抱えちゃうから、すごい。おじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれると私たちもすごい嬉しいので。そうですよね、やりがいがあります。じゃあ私もちょっと引き続きお願いします。頑張りましょう。1曲ぐらい踊れるようになって、私もセクシーになりたい。頑張って。よし、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 
我忘了。我忘了。哇！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 右左右左左回り左回り左右左左右左右回りポーズポーズ一歩踏み出して回ります。息子さんとか旦那さんとか見に見てきてどういう風に言われますか？見に来ないです。見に来ないですか？はい、え、禁止？見に来させない？禁止じゃないんですけれども、はい、普段本当に自分の趣味でやっているので、はい、自分が楽しく家族に迷惑をかけない範囲で、はい、いや迷惑なんてかけないですよ。え、絶対呼んだ方がいいですよ。じゃあ今度は旦那さんまた惚れ直すと思います。そうですか？はい、わかりました。じゃあ今度ぜひ呼んでみます。素晴らしいわよ。100点満点よ。あなたには自信があったわね。ああ、我学到了，对比很重要的是，把知道了，还有拥有的，你自信。